はい、こんにちは。修理ですね、今日は。年末年始で、エアコンガンガン使って酷使したせいか風が出なくなりました。で、前にも一度取り替えたんですけど、これブロワレジスター、これかなと思って外してみたんですけど、問題なさそうです。で、症状としては風が出ないです。微妙になんか感じるんですけど、冷えた風が来るのは。だから、エアコンは問題ないと思うんですけど、風が来ないです。これが調子悪い時は大体なんか1が出ない、他のは出るけど1が出てこないとか、そういうのが多いらしくて、今回は全部出ないです。はいまで、1から4までで、とにかくこれは問題なさそうなんで、ちょっと他に原因を突き止めていきたいと思います。多分ブロワモーターなのかなとも思います。はい、ちょっと分かんないけど、ヒューズはね飛んでないと思います。一回ね、エアコンつけて走ってた時に、なんか異音がしたんですよね。モーターが回りそうで回んないような、ウィーンウィーンウィーンで、多分そうじゃないかなと思います。はい、これちょっと元に戻して、ブロワモーターの方を、外してみたいと思います。それで治ったらラッキーです。ブロワモーターこれですね。パイプと線外しました。特にゴミも入ってる様子はないです。すっげえなこれ。これ回ってないな絶対。原因はおそらくこれですね。このブロワモーターの中がすんごいゴミが溜まってました。と、なんと切れてました。線が。これ。これ。なるほどね。新しいのを買うか、新しいのを買った方が良さそうですね。はい、探してみます。はい、原因を見つけて、そう、いろいろ試したんですけど、結局これ直せなくて新しいの注文しました。で、来ました、これね。これを取り付けたいと思います。これね、ボルト3つ、ネジ3つで止まってるんで、めちゃくちゃ簡単なのですぐ終わると思います。これで解決するはずです。これで解決しないと他の原因をこれから追求しないとダメですね。でもおそらくこれです。このモーターが動かなかったので、多分これで風が出るようになると思います。まずね、開けてみます。同じのが来てるか、結構あるんですよ、違うのが来てるのが。
トヨタの純正パーツっぽいですね。そんなことねえか、これだけか。あ、そうだ、純正だ。うん、トヨタのね、純正パーツです。うん、見た目も全く一緒です。うん、あ、いいね。で、これちょっと掃除して付け直します。はい、ピカピカです。新品同様までとはいかないですけど、綺麗です。これね、得意のディグリーザーと、あと水で洗い流しておしまい。いいね。バッチリ。これもコネクタがあるんで、これとパイプつければおしまいですね。はい、これね、もう助手席の下もうすんごいちゃんと見える、作業もしやすいとこなんで。でもね、パーツがあってよかった。もう夏もね、なんか終わりそうだからあれなんですけど、でもエアコンがないと、風がないとね、エアコンが使えないんですよね。エアコン使えないと雨の日に曇るんですよね、すげえ。それなんで、まあ早く直したかったです。雨の日はね、あんま乗りたくなかったんですよね。で、これとこれ、これで終わり。ちょっとエンジンつけてみようか。治りました。ほら、バッチリです。バッチリです。よかった。はい、パーツさえ揃えば簡単に治る、故障でした。うん。はい。以上、めちゃくちゃ簡単な作業でした。ただ、ね、こういう故障多分少なくないと思うんで、参考にしてみてください。エアコンが効かないとか風が出ないって他にも原因があると思うんで、その辺はいろいろ調べたり聞いたりして、見てください。まあ、今回はいろいろ調べたら、風が出ない、ファンが回ってないっていうことだった、ファンじゃねえや、ファンでね、モーターが回ってないっていうことが分かったので、まあこれだということで直してみました。お、冷たいの出てきた。はい、あ、寒い寒い。以上です。どうもご視聴ありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。